イラクが情報がなくて、でイラクが相当やるから、うん、ちょっと嫌なんだよねって話をしてて、ただこうオフトが言ったのは一番強い相手かもよってことは言ってた。イラクがなんか試合できないとかなんかいろんな情報流れてなかったですか。でこの時点で山本さんとか西野さんとかスカウティングとかやってたやってましたよね。偵察だよね。偵察だよね。なんかいつもクモの巣とかクモの巣だらけで帰ってきたりとかしましたもんね。だって顔とかこう塗ってたもん。これ潜り込んでギリギリ勝負だったんですよ。こうやって歩幅前進してた。銃をどいや、引きつけられたって言ってたよ。ワールドカップ出場決まる最終戦あったと思うんですけども、そのイラク戦に臨む時のチームの雰囲気とかってどうでした？どうだって悪くなかったな、俺のせいに。ただ若干1名ビビってたね、ラモスさん。ああ、ビビってたって言い方失礼だけど、なんか喋んなくなっちゃった。たまにありますよね。ああ、そんな感じ。たまにあるんですよ、うん、俺さ、わかんないんだよ。あるんですよ。もうマスメディアとも喋らない、一人でなんかこう靴やって、俺気になって横に行って、ラモさん大丈夫どうなのとか、うん、あのゾーンに入ったらどうにもなんないですよね。ちょっとね、そういうの結構あるの。ある。うん、前もあったじゃないですか、愛媛でも。スパイクで怪我しちゃった。あれも結局自分が切ったっていう行為よりも、もうその場の空気とか、いろんな巡り合わせが悪いっていうのを自分で感じたみたいな、だから出ちゃうんだよね。すごい繊細だよね。ものすごい繊細だよね。一回愛媛でスパイクぐさっと刺して自分の足刺しちゃって、救急車だったんですよ。で試合できなかった、運ばれて。かなり深く切っちゃって。だけどさ、その時代さ、スパイクをこうやってるってみんな分かんないで、ね、今分かんない。我々の世代は分かるけどさ、分かんないかな。前のところ削ってね、そうね、こうキックが変に入らないように、そうそうそう、バカッと上がらないようにさ、シューグー使わなきゃいけなくなっちゃうからね。シューグーこうポイントのあるこうプラスチックのところと革のつなぎ目あるじゃないですか。あれがボコって出てるわけ。あれが蹴るときにボコって当たっちゃうから、ここがこのボコって出てるのをこう取ってくの。削るんだよね。そう、俺も削ってたよ。やってた。ああ、ラモスさんすごい。俺やってないの。やらないんだ。やる人とやらない人いますよね。でも靴によっても違うからね、メーカーによって、うんうん、あんまり気にしなかった。ああ、そう、そこだから、そういうのがあんまりほら繊細じゃない。ボール蹴らないからさ、人の足しか蹴らないからさ逆に尖らした方がいいんだ。だから、いや、我々の場合はほらボール蹴るからやっぱ繊細なのよ、タッチが。指先の、足先のタッチがすごく繊細なんだけど、繊細さいらないから。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。ラモスさんだけはちょっとね、おかしかったかなって感じで、それ以外は結構良かった。なんか最終戦だけあんまりオフトになんか合わなかったような気はしてて、うん、もうちょっと喋ってなかった。そんな呼ばれることもなかった。あれ会場変わったんだよね、一緒でしたっけ。そうそう、変わった最後だけ。最後だけ違うんですよね、うんうん、あれ結局同時にやんなきゃいけないからですかね。そうだよね、時間を一緒にしなきゃいけないから、うんうん、だからちょっと遠かったですよね、なんかね。あ、遠か、普段より遠かったですよ ね、 ね、なんかそんな感じですよね、うん、あれミーティングも覚えてねえや、試合前の、うん、覚えてないな、俺も全然覚えてないな、もうその辺は。こう中何日ですか？2日じゃない？中2日でずっとやってた。ほとんど中2だったよね。中2と3があったじゃん。2と3がありました。3があったね、1回。これ最後はあれですか？韓国戦から2じゃない、イラク戦までは2ですか、うん、ただこうオフトが言ってたのは、一番強い相手かもよってことは言ってた、うん、イラクがその技術的なものとか、うん、オフトはだけど結構僕ちょっと大会前になんか話なんかで清本さんから話した時に、イラクが情報がなくて、でイラクが相当やるからちょっと嫌なんだよねって話をしてて、ただ日本は最後に当たるからそれまでの試合が見れるんで情報は入ってくるからラッキーなんだよねって話をしてたんですよ。あれこの時点で山本さんとか西野さんとかスカウティング係やってた、やってた、やってましたよね。だから危なかったもん、捕まってたよね、銃殺されるとか。なんかいつもクモの巣とかクモの巣だらけで帰ってきたりとかしましたもんね。銃殺されるなんかね、どこ潜り込んだんだぐらいはね。だって顔とかこう塗ってたもん、こうやって潜り込んでギリギリ勝負だったでしょ。こうやって歩幅前進してた。西野さんとでしょ、山本さんが偵察だよね。偵察だよね。銃をどのこんって言われて、いや、突きつけられたって言ってたよ。それがね、ワールドカップの監督やってたりコーチやってたりしてんだから、すごい時代ですよ。すごい。いや、それでも情報はなかなか結構難しかったですね、クローズで、ね、今じゃ考えられないぐらい情報ないよね。ないイラクなんか特にないですもんね。ない国際試合出てなかったですからね、うん、でなんか怪我人か出場停止か分かんないけど、ガラッとスタメンが変わってったんですよね。何人か変わった。だから前の選手がサイドバックやってたりとかして、うん、裏日本戦ですか、うん、その前になんかイラクがなんか試合できないとかなんかいろんな情報流れてなかったですか、会情報が、うん、
なんか謎が多かったね。なんかイラクの戦士じゃねえの、国籍が違うのに出てたとか、なんかそういう情報が入って、それもね、伝言ゲームでおかしくなるような話だったもん。はぁみたいな話だったん、うん、そんなバカなことねえだろっていう、じゃあ試合ねえのか、日本もワールドカップ出れるのかみたいな、戦勝みたいな、ね、戦勝みたいな言ってた、これ勝たないといけんのかみたいな、なんてことはないですよ、解情報ですよ、嘘ですよ、誰が流したんですか。俺も聞いてたそれ。聞いてたでしょ。聞いた聞いた聞いた聞いちゃいましたけど、最終戦だからもうなんかイラクはなんかもう目がないから、あそうそうそういいみたいな、そうそうそう帰るみたい な, たいな、そう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 、よしみたいな、で無知で叩かれるから帰れないとか、無知打ちの刑だよね。無知打ちの刑があるから亡命すんじゃねえかとか怒られるよ。いろんな情報が流れてるさ。流れたなあれだ。多分先発組はそれなりにこう集中度の高いところにいたけど、そうだそうだ、ね、我々は違うところにいた。情報聞いてたんだよね。我々はちょっと、ね、かなり情報もな集めなきゃいけないと思ったら結構動いてたんですよ。結構ね、我々007ですから、本当我々は命張ってましたよ。張ってたよ。橋岡さん、そのキャプテンとしてプレッシャーとか、もうそんなあんまなかったよね。キャプテンっていうのはもうあの時のチームはもう関係ないと思う。みんながもういい状態だったから、だから自分がキャプテンだから引っ張っていくっていうことは一切ない、大丈夫なチームだったと思う。もうみんながもうそうか、喋、うん、るキャプテンって。俺はダメだけど。いやテスさん、それなんですけど、本当に気をつけてたことは何ですかね。その中でもオフトとやっぱりつながりがあって、うん、いろんなこと我々知らない情報も入ってきたり、うん、いろんな情報があるじゃないですか、うん、さっき電話じゃないけど。いやなんかオフト自身はもうなんか一つ入っグッと一つの世界に入ったかもしれないよね。だから口数は少なかったと思う、うんうん、確かに。あ最後ね、うん、もうワールドカップ予選入ってからは、うん、だからもう安心していけみたいなのはあって、絞っていけみたいな感じだったと思う、うん、オフトも、あもうやることはやったみたいな、うん、あとはもう選手たちに任せるじゃないけど、うん、それよりもあの時にはもうラムスさんとオフトがもうすっごい近くなってたから、仲悪かったですもんね途中ね、俺よりもうラムスさんと本当オフトが近かった、すごい。オフトとラムスさんの話し合いは俺よりも多分多かったと思うな。だオフトはひょっとしたら俺を休ませてくれたかもしれないし、テスさんにあんまり負担かかっちゃいけないから、もうだって本当はやっちゃいけない人だからね。でもラモスさん途中からさ、キヨさんともポーカーに入ってたでしょ一緒に。やってた。そうだっけ。ラモスも入ってたでしょ。そうだ。やってた。もう、うん、トランプに入ってましたよ、ね。入ってた。普通はキヨさんとしかやってなかった、ね。うん、今やっとキヨさんの名前出て、キヨさんの役割も結構重要だったよね。重要ですよ。今言ってるね。重要重要。すごい重要だよね。俺キヨさんに超いろんなこと話してくれたもん、キヨさん。俺のとこ来て。そうだよね。オフとか言わない分。まあオフトがなかなかそこ行けないからね、そっちまでね、なかなか。多分あれ担当分けしたんじゃないですか。そうだよあれ。オフトが話するのと。それは絶対そうだよ。キヨさんは聞いてましたよね。すごかった。ね。だからもうドーハ行く前からキヨさんっていうのはみんなに 目配りじゃないけどしてやってたと思う。まあそれしかできないからね。上げて下げてない。いや役割的にさ、なんかすごいオフトとキヨさんって自分わかるよ。ボール回しとかだったらめっちゃ下手だったもんだって、ね。そうだよね。だってラグビー選手だったんだから、ね。そう。捕まえに来たから、ね。そうだよ。びっくりしたもん。俺もラグビーのワールドカップ出れるよ。出れる。フランス大会。出れるよ本当。けどもう何もしなかったって言うけど存在だよね。なんかコーチ以上の監督でやっぱりこう経験者がいてっていう、こう構成がチームバランス良かったね。良かったんじゃないですか本当に。暗いなと思ったらキーちゃんとかがやっぱ明るくしてくれたりとかさ、もうみんながさ何も俺がキャプテンとして何もしなくてもみんな気づいて勝つために自分はどういうことしなきゃいけないとかっていうね、いろんな立場があるし、レギュラーの選手もいるし、そうじゃない選手も含めてやっぱり目標はやっぱりワールドカップなんだから、やっぱりそれなりにみんなが自分なりに考えて、そして発信できるチームだったと思うんでね、そんな集まりだったと思います。だからもう何もやることなかったです。本当にみんなが大人、すごいあのチームだったと思いますよ。まあそもそももうその事前に作られてってたのがあるから、もう役割みたいなみんな分かっててっていうところ、テスさんも上じゃないですか、吉さんとか勝也さんとか、もうなんかちゃんとそういうのオープンに聞ける先輩方がいたっていうのは大きいと思う。誰がいくつかって分からない感じ、だから上なんだろうなって気はしてるけど、別にそんなのあんまり立てることはもちろんだけど、みんながリスペクトしてる感じはあって、でベンチメンバーも危険分子になってるやつは一人もいなかったね。それは大きいと思う。みんなが協力的だ、うん、で例えばベンチに座る人も、うん、
それはそれでオフともやっぱそれができる人をちゃんとセレクトしたのもあるかもしれないけど、キイちゃんの性格分かっててわざとそうに言ってる部分ももしかしたら指導者目線としては僕はなんとか今はなんとなく、俺も多分そうに手のひらでいろいろ彼にその性格を知られてて、そう刺激の与え方って人によってやっぱね接し方変えてくるけど、なんかそういう部分ですごくオフとかそういう部分は明確にしてくれたことで一人一人がやっぱり役割と責任をしっかり持てるようになってって、なんかつながりは強かったような気がしますよね。指導者のやるべきことっていうのはなんか提示してくれましたよね。あ、まあ本当そうね、なんかそんな感じ、ちょっと、まあ、健三さんに悪いけどもやっぱり子供扱いされてた健三さんとか、オフトはもう大人の扱いをちゃんとしてくれて、やっぱビール一杯飲めよお前らみたいなのあったしね。ボーリング場行ったもんね。ね、ボーリング場ビール飲めたもんね。やったね。やっぱ大人の扱いをちゃんとしてくれたっていう。オランダの試合の前にボーリングやってたじゃん。やったね。そう、なんか知んねえけどボーリング行くぞって言われて、おこっちもボーリングみたいな、ね、オランダでボーリングしかもハイネゲン飲みまくってたもんね。そうなんかその辺が日本人はちょっと真面目すぎんでしょうね。だオンとオフの作り方がめっちゃ楽しかった。あの記憶すごいあるもん。でもそれがパフォーマンスを上げることにつながるって彼らは分かってるんでしょうね。日本の人たちはそれはいやダメなんだと、歯なんか見せてじゃダメなんだっていう時代だから、なんかやっぱそこの部分は非常になんかいろんな部分で ね勉強になったっていうか、使ったなオフの使い方がねすごい多かった、必ずオフ入れるじゃん。そう、その流れでさ、俺とカズさんとゴンちゃんでさ、よく公園に歌いに行ってたからね、なんか気分が良くなるんじゃないかと思って。そういう公園だから公園行って歌うとかなんかちょっと違うことをやったら豆からなのか分かんないけどじゃあそれで豆からだったね。ボーリング行ったりとかするのも公園じゃないでしょ。なんかこうリフレッシュできる。違う公園でしょ。あのオランダもっと薄暗い。いやその都心によって行けるけどオランダとかではなかったじゃん。だから歌いに行くしかなかった。森ですか歌うしかなかったの。確かにね。そうそう、ね、スポーツシューレだからね。そうそう、だから森にもう山の中ですからね。歌ってた3人だから歌う。あんなの街出てったら帰ってこれないもんな。そう、真っ暗でな。もうルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤キャップアップ。代表チームだからもうプロの選手だし大人だし、キャプテンが何かとかってそんな感じはちょっとないですよね、でもキャプテンだからこそやっぱ監督との意思疎通もあって、それをうまくこう我々に伝えなきゃいけない仕事もあるけど、なんかキャプテンだから何かやんなきゃいけないとかっていうの感じはないですよね。ないもう。だからもう最初に言ったようにみんなが言い合える仲を作るのが俺の仕事かなと思った、上下関係は当然あるけども、じゃあラモスさんに何も言えないとか、じゃあ森保が何も言えないとか、それじゃいいチームにならない。まあまあそうですね。風通しが大会系でね。風通しが良くしないとね。まあでも僕は何も言えなかったです。怖くて。嘘でテスト。いや言えないじゃん。普通にリーダーになってたから。食事スタイル。俺のせいにしてるけど、俺じゃねえから。食事スタイル。俺じゃねえからそれはオフトだ。最後4戦目出てるじゃん、だって。出てるよ。でもさ、チームやっぱ変わったのは、服がやっぱりミーティングでバーって自分の感情を出した時だと思うよ。泣きながら話してたじゃないですか。話した、なんでどれですか。半べそだ。泣いてねえ、半べそだ。いや、あれそれは、だからさっきの話だけど、ラモスさんのここから始まってるからね。そうなんだ。この試合だから。ああ、この試合だ。愛媛で。そうよ。キリンカップの2試合目だから、遠征で。で、ラモスさん帰っちゃって。で俺だけだからメンバーでキイちゃん出てるでしょ。そう、俺だけだからフィールド出てない。だからもうどんなじゃねえみたいな感じで、いやいや点数つけろって言ってたよオフとか、終わったと、いや1試合も出てないって点数なんかつけられないって判別書きながら言ってたよ。正直に話したもんね。俺は予算すごくよく言ってくれてるけど、俺はもうただ苦情言っただけだよ。でもああいうのがあって哲が言ってるみたいにみんながもう言い合えたよね。あれができるな、あれはみんな言えるようになった。福田さん言わなかったじゃんそれまで。俺はどっちかってそういうタイプじゃないからと思われてたでしょ。と思ってた。いやだからあのぐらい俺が言うってことは相当思ってたってこと。みんなあれで、そうなんだ福田さんと相性なんだって。だって代表でそれ言ったら次呼ばれないってことを覚悟でやった。そうだ、やっぱそうか。俺はもうダメだと思ってたから。けど言ったんだね。それ言いましたよ。言わせていただきましたよ。1分も出てないですから。あれはちょっとあれ衝撃だったですね。本当。でも逆に言うとですよ。それを言っても次のオランダ遠征だったらすぐ
に普通に呼んで使ってくれる監督なわけですよ、うん、そうそう外国籍だったから余計よかったかもしれないけど、ね、言ってくるから日本人だったらね日本人だったらおいおいみたいな、そうそうそう、そこはだから監督のあれも良かったのかもしれないし、うんうん、分かんないですけど結構コントロールされてると思うよ俺らは。そうですよね、オフトに本当で確実にそうですよね、うん、だからキーちゃんの28番目だっていうね、そうだよね、アナウンスもそうかもしれない。なんかそれ聞くとさ、なんかキーちゃんの性格からすると我々はなんとなく俺が監督だったら言うなって思う、キーちゃんにそういうふうに、いや性格がそういうふうに言うと、そういうふうに言うと火がつくから俺さ、そういうふうに言ってダメになっちゃう人もいるから、留学した時同じぐらいなんかもう練習後と振り返ったりとか、いやそんなキーちゃん見たくない、えもう俺の特徴は何とか、いやもうホテルで当たり散らしてほしい、もうこういうの違うんだよ、違うんだよ、発散してこう出た時には普通にしてる、でも部屋カチャってうわちゃぶ台返してざけんじゃねえよ、ふたざけんなよ、ふたんじゃねえって灰皿とかガーン投げてさだったら呼ぶんじゃねえよ、そうそうそう、そうあってほしかったけどね、ちょっとね。でもねオフとかね、僕ちょっと聞いた時にクラブと代表の違いは何だっていうなんか話の中でそうなったのね、うん、だクラブは難しいんだと、自分で選手選べないんだと、あ代表はラモスさんの話がその時出たんですけど、ラモスさんとこう話して俺の意向に従わなければ外せばいいんだって言ったんだよね、だけど彼は絶対従うって言ってましたよ、うん、なぜならばその覚悟を持って国籍変えてるし、だから絶対最終的にはっていうふうには踏んでたみたいな、うん、だけどもしダメだったら外せばいいって言ったんですよ、クラブチームはそれはできないって言ったんですよ、そのグループにいなきゃいけないから、ちょっとこう横に置くぐらいしかいない、そうそうそう、でもそれはさ不満分子になるじゃん、うん、でもそんな言い方してたからクラブと代表ってそういう考えで見てたのかなと思って、確かにそうだよね、はあうん、俺も初日さ合宿遅刻してハズさんと、遅刻して帰れって言われた、そうオフトに言われたの、お前んちどこだって言われたの、オフトにすぐそこですって言った、お前んちどこだ浜松でそうでしょ、そうでしょ、じゃあもう東京にいたじゃん、あ東京にいたのか、お前どこだって言われて、世田谷かみたいな、世田谷捨てるぞ帰らせみたいな、カズさんと二人、嘘もう二度と来なくていいからって、同じようなこと言われた、もう俺のやり方に理解できないんだったらもう来なくていいから、そうだよね、いわゆるそこの規律みたいなさ、 そこの線はビシッとしますよね、ね厳しかったね、ブレがないんですよそこには、うん、でももしかするとそういうと従うと思ってたかもしれないよ、けどねやっぱそういうのちょっと、うん、ルーズにしてるなっていう自分もいたからちょうどよかったと思う、いやそんな聞いちゃ見たくねえよ、うざかったそうこうカラ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 って音立てながらさその頃なかったかもしれないけどカラ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 ってさ、なんか寂しそうに帰ってる聞いちゃんを見たかったよ、わかりました、叫んじゃねえよお二人帰っちゃうよっっ、まあ、その辺きちっとしてたんだよ、マネジメントがうまかったんだよ、偉いね、うん、じゃあ ね、 なんかねメンタル的にもちょっとイラーってしたなんかことがあって、ラディってセンターでいたのと、うんうん、振り向きざまに俺に顔面にパンチ食らった、マジっすか、振り向いてバーンって、全然ボールのないとこ、うん、で俺ガーンってやられてほんで俺うわーってレフに行ったんだけど誰も見てなくて、あの時ちょっと武田がフリーになってね、右サイドで、いまだに思うのが自分自身がキープって声をどうして出さなかったんだって、